葛色館葛色館はかつて存在した国家社会主義ドイツ労働者等の党本部として使用されていた建物であるバイエルン州ミューンヘンのブリエナ大通り45番地にあった党本部の指導を祝うために葛色館に集まったナチ党員中央は指導者ヒトラー葛色館の中に展示されているナチ党と突撃隊の連帯起爆撃で破壊された葛色館葛色館は カロリーネン広場とケーニヒス広場の間に位置する。長年ドイツで暮らしていた、イギリスの実業家、ウィリー・バーローの注文を受け、1828年に、フランスの建築家、ジャンバティスト・メジビエが、ビーダー・マイヤー様式の住宅として建築した。ナチ党が購入する以前は、バーロー宮殿や、大邸宅という通称で知られていた。1930年5月26日、 ナチ島は80万5864金マルクを支払ってバーローの未亡人から買い取り、褐色感という新たな名称を与えた。当時、ナチ島はシェリング大通り50番地に本部を設置していたが、党の拡大に伴い手狭になってきたため、より大きな建物を探していたのである。購入資金は実業家フリッツ・ティッセンが提供した。本部として使用するにあたって、 大規模な改装工事が行われ、ミュンヘン出身の建築家、パウル・ルート・ビヒトローストによって行われ、またナチ党指導者、アドルフ・ヒトラー自身のアイデアも、いくらか取り入れられている。1931年までに、党本部機能のすべてが褐色館へ移動した。褐色館内のヒトラーの執務室には、彼が尊敬するアメリカの実業家ヘンリー・フォードの肖像画が飾られていたという。また、 ナチ党における事実上のレガリアとされていたミュンヘン一期の時に銃撃で死亡した党員の血がついたハーケンクロイツキ、血染めの陶器が保管されていた。褐色館は第二次世界大戦中の1943年10月に行われた連合軍による空襲を受け被災、その後も繰り返された空襲によりほぼ全壊した。血染めの陶器も1944年10月18日の 国民突撃隊入隊式で展示されたのを最後に、行方不明となったが、褐食館と共に消失したものと考えられている。戦後の1947年には瓦礫なども撤去された。その後、跡地には何も建設されず、さらちのまま放置された。国家社会主義資料センター2005年12月6日、バイエルン州政府は褐食館跡地に、 ナチスドイツ時代の国家社会主義に関する資料センターの設置を決定し、非公式は2008年と予定されていた。しかし、資金調達の失敗から計画は大幅に遅れることとなる。2009年6月には、ミュンヘン市当局と州政府により改めて2820万ユーロが調達された。 2011年にはようやく工事が始まり、2012年3月9日には基礎工事が完了した。資料センターは2015年4月30日に開館式典が行われ、5月1日から一般に公開されている。ムーンキーンでダス NS ドークメンテシャンセントラム・インミュンヘン。2015年3月22日閲覧。NS ドークメンテシャンセントラム・ミュンヘン。 2015年5月20日閲覧、ありがとうございます。